NU クォーと SW、新曲、デジャブ、のダンスを初披露。昨日完成したばかり、動画あり、写真イコール、週刊。アイドル、画面キャプチャー。週刊アイドルで NU コート SW が新曲デジャブのダンスを初公開した。27日に放送された MBC エブリワン週刊アイドルには新曲デジャブで活動を再開した NU コート SW が出演した。当日、NU コート SW 派新曲、デジャブ、のダンスを初めて公開した。彼らはかっこよくダンスを披露し、新曲、デジャブ、を初めて聴いた MC たちは、大ヒットすると思う、と絶賛した。メンバーたちは、昨日、一節の振り付けを完成させた。今日初めて公開する、と話した。早い収録で出来立ての振り付けを公開することになった NU コート SW に対し、MC たちは大いに満足した。メンバーたちは新曲の2倍速ダンスにも挑戦した。NU コート SW 派、今日初めてする、と言い、首をかしげた。しかし、すぐに2倍速ダンスを完璧にこなし、素敵なステージを披露して拍手を受けた。NU コート SW 派、週刊アイドルの新しいヒットコーナーである、ランダムロルコダンス、曲の、区切り別に高速と低速のランダムな速度に合わせてダンスを踊るミッションにも挑戦した。彼らはうまく踊るように見えたが、すぐにミスが出てしまった。しかし、みんなでもっともらしい言い訳を並べ、笑いを誘った。MC たちは結局、再チャンスを与えたが、NU コート SW 派5秒で再び危機を迎え、キムシニョンは爆笑した。やっと危機を乗り越え、ランダムロルコダンスをこなした NU コート SW 派 MC たちの前で堂々と、動くな、など作戦会議をして爆笑した。最後の瞬間、要注意人物、と言われたレンのミスで、失敗の判定を受けてしまった。レンは行くかのように見えたが、バックステップで自分の立ち位置に戻り、MC たちにバレてしまった。